はい、皆さんこんにちは。岡山乗馬クラブの田中翔平です。今日もよろしくお願いします。今日はあいにくの天気、いつだ、明日明後日ぐらいには台風直撃するみたいです。まあそんな中、台風にも負けずに今日もやっていきましょう。はい、じゃあ今日のテーマは、駆け足から簡単に波足に落っことす3つのポイントをお伝えしたいと思います。ただこう駆け足から波足にスムーズに落としていくっていうのは結構上級者向けです。もう駆け足普通にできるよとか、駆け足からの移行に困ってるんだよねっていう人向けの動画なので、ちょっとテクニカルなことを話させていただきたいと思うので、まあ皆さんしっかりついてきてもらえるように頑張っていきましょう。はい、では早速3つのポイント説明させていただきます。まず1つ初めに、これ一番大事なことなんですけど、よくインストラクターの方から、はい、波足って言われると思います。で、波足って言われた時に皆さん結構波足にしなきゃと思って急いでブレーキをかけて駆け足から波足に落とそうとする方多いんですけども、これをすることが波足にスムーズに落とせない原因なので、まず波足って言われてもまず落ち着いて自分がちゃんと馬のペースをコントロールして波足に落とすことができるよっていう体勢を作ってあげることが大事です。だまず一つ目、一番大事なのは落ち着いてコントロールしてあげること。で、二つ目に、膝を挟むんですけど、膝のこのお皿の横に骨のくぼみがあるんですよ。そこでこの鞍の2ブロックをギュッて挟んであげると馬は動きが少し制限されるようなイメージになるので、ここをしっかり挟んであげて馬のペースをコントロールしてあげましょう。で、その時に大事なのがこの腰ですね。この骨盤がおんやって寝ないように、骨盤しっかり立てて、骨盤立てて膝を締めてコントロールしてあげるっていうのが大事です。で、最後3つ目、落ち着いてる、膝挟めた、骨盤立てた、その後は手綱ギュンって引っ張ってくるんではなくて、駆け足駆け足駆け足っていうしてるペースを徐々に 1,2,3 ぐらいの感じで 1,2,3 ぐらいの感じで握って波足に落としてあげるっていうのが大事です。これが、この3つのポイントができれば、まあ大体、林が混じるにしても体勢の崩れた波足じゃなくて、しっかり馬が自分で自分のバランスを取った波足に起こしてくれるので、人も次の動作にスムーズに入れる波足ができると思います。はい、じゃあ実際に、走りながらやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあまず実際に走っていきましょう。ここまではまず駆け足を出すとこですよね。これは今までのうちのチャンネルでも説明させていただいたように、しっかりまず波足元気よく、客の反応よく、まずしっかり鞍の真ん中に座る、骨盤立てとく。で、ここで駆け足出していきたいと思います。はい、じゃあ駆け足出ました。はい、じゃあこの後インストラクターの方から波足っていう声かかると思います。で、実際波足に落としたいとき、これ失敗ですね。波足って言われて、で、波足しなきゃと思ってこうやってブレーキかけた場合、だいたいこうやって早足が混じって馬の頭すごい上がって苦しくなってから波足に落ちる、これがほとんどのパターンだと思います。で、ここでこれを防いでいきたいのが、さっきお伝えした3つのポイント。もう一回駆け足やっていきますね。で、ここで波足ってインストラクターの声がかかりました。で、まず自分がやることは、まず落ち着く、落ち着いて波足にできる準備を整える、膝挟む、骨盤立てる、軽く握っていく、で、波足に落としていく。こうしたら人の体勢もぶれずに、馬もしっかり次シャキシャキ歩いて、じゃあ次多分スタッフからまた駆け足って掛け声かかると思います。そしたらこの波足ができてたら、駆け足1歩目からスタートすることができます。で、ここでもう一回インストラクターから波足っていう声かかるので、落ち着く、もうこれ一番大事、本当に大事。で、挟む、骨盤立てる、で、軽く握っていく、
こうすると自然と上手に波足に落とすことができます。ちょっと今日やったことすごい難しいんですけど、何よりも一番大事なのは落ち着くことですね。ここを意識して駆け足を出すこと、波足に落とすこと、この移行をしっかりやっていただけたらと思います。はい、じゃあ今日やったことの、3つのポイントをおさらいしていきましょう。1つ目、これもう本当に一番大事、もう何回も言うけど一番大事、もうとにかく落ち着くこと。波足って言われてもう10歩ぐらい時間かけるつもりでいいです。もう僕らスタッフも波足って言ってすぐ波足に落としてほしいんではなくて、ちゃんとその人が丁寧にコントロールした結果の波足を求めているので、そこ間違えないように、これもう一番大事なポイントで、2つ目に膝のこの横のなんかくぼみ、なんていう骨かはよくわかんないですけど、くぼみがあるんでそこでくら挟む。そしたら内側の内もももしっかり挟めるのでバランス取りやすいです。で骨盤しっかり立ててあげる、これがこうやって寝ないようにもうひしょっと立てて背高く背伸びっていうつもりで、で3つ目、この 1,2 が加わった3つ目で手綱をギュンって引いてくるんじゃなくて、この薬指ですね、薬指のこの第一関節あたりで手綱を軽く引っ掛けておいて、それをギュッと握ってあげると自然と波足に落ちていきます。この3つのポイントを踏まえて、明日からも駆け足ライフ楽しんでいただけたらいいんじゃないでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。